こんにちは、ひろきです。今回はね、雑談動画です。はい。1月3日になりました。早いね。うん。まあ、元日から割とまあ動画は、まあ元日はちょっとね、リサイクルショップ巡りとか親戚に挨拶に行ったりしてたんで、ちょっと2本しか作れなかったんですけど、まあ翌日とかもね、昨日か、まあまあ動画は作れてるんだけどね。うん。今日もね、3日目、頑張っていきたいと思います。実はね、3日はね、今日これが1本目なんですけど、もうすぐお昼です。はい。まあ、起きたのが遅かったっていうのもね、あるんだけどね。まあ、いろいろね、人の動画を見てたりね、してました。はい。今日はね、アングルがね、またね、前回とはちょっと違くてね。またね、商品提供でいただいたリングライトにスマホが付けられるんだけど、スマホをつけて撮ってます。ちょっと今回斜めにしてみました、あえてね。後ろは平面よりも、なんか奥まってた方が、ここに角があった方がいいかなっていうね。僕なりのね、アーティスティックなね、アイディアで、はい、やってます。はい。でね、前回の顔出しの動画は、まあ、ライブが一回挟んだんだけど、その前にね、こらーみたいなね、怒った動画を出しましたね。うん。僕に対する、なんだろう、なんつうのかな。批判動画じゃないけど、なんか、評価をする動画みたいなのがあったんだけど、うん。それにね、僕の対する動画あったぞーみたいなね、怒った顔のサムネイルにしたんですけど、よかったね。まあまあ伸びましたね。そのね、直前に、普通の、こうやって、雑談ですみたいな感じの動画を出したんだけど、それの3倍、2倍から3倍ぐらい再生されてるんですよね。コラーはいいかもしれない。うん。もうね、もう、いよいよになったらね、ハードオフコラーみたいな動画出せば、強いのかなって気はするけどね。まあ、ハードオフのね、動画は頭打ち来ちゃうからね。まあ、どうかなとも思ったりするんですけど、うん。ちょっとね、今日今ね、普通に一発目でもう、テイクワンなんですけど、撮り始めて思ったのは、なんか声がちょっとおかしいっていうのはある。声がちょっと今なんか出づらいなっていうか変な、あーって、なんかちょっと、若干かしれてるっていうか、なんか、うん、詰まってるっていうなんかあんまり、なんか予想しておくけど、耳かなっていうのと、あと暖房がつけすぎて暑いっていうのもあるし、なぜかってライトもあるしさ、今日撮影用にちょっとね、服着替えて厚着だし、帽子もかぶってるし、さっきね、朝シャンしてるしね、うん。ちょっと、いろいろね、コンディション悪いですし、あとスタートのここね、最初のこの入りがこうね、うまく喋れない時あるんだよね。うん。やっぱね、僕もね、元気なおじいのね、最近ね、元気なおじいっていう YouTuber がいるんですけど、多分今日も結構話題に出てくると思うんだけど、うん。そのね、元気なおじいがね、最近、NG 集みたいな動画を出したんだけど、それがね、結構、最初の挨拶と、あとちょっと喋って、あ、つっかえたっつってやめることがあるんだけど、僕もね、結構ね、NG って基本動画ではないんだけど、やっぱりね、最初の入りで、はい、こんにちは、ひかりです。今回紹介するのは、これのなんとか、あーって聞かったぐらいの感じで、撮り直すことはね、一つの動画に2、3回とか撮り直すこともね、稀にあるんですよね。うん。今日もね、こう撮り始めてね、一回撮り直そうかなと思ったぐらいなんですよ。はじめがちょっと突っかえたりすると。スタートが大事なんだよ。ほんとね、スタートさえ切っちゃえば、もうほんと、ね、ブラーってもう、いて、肩いて、ブラーってっても行くんだけど、だからもう、途中まで来れば波に乗るんだけど、波に乗るまでがね、ちょっとね、失敗することもあって、うん、今日もね、このスタートラッシュはね、全然うまくなかったね。うん。あとやっぱりなんか動画って最初の何秒かでさ、もう続きを見るか、やめるかって決まっちゃうとかっていうのが昔あったじゃん。今はどうかわからないけど。それもあるからやっぱ最初の何秒かってやっぱ緊張するんだよね。うん。それがね、難点かな。うん、難点で今日もね、危なかった。もうでも行っちゃったね、今日は。うん。まあどうせ雑談だから、この動画そんなに検索で来る人はいないと思うから、僕のことをもう知ってるって人だから、あ、またこいつ引っかかってんなとか、もう元々こいつはね、そんなにね、たどたどしい喋り方っていうのはもう分かってるだろうし、うん。あと前にコメントでいただいたのはもう、ひかりさんの修理動画を参考にしようと思ってる人なんかいませんと。うん。もう楽しくて見てるだけみたいな。そういう動画だったっぽいんでね、やっぱり、ね、参考には慣れてない。お役立ち情報としてのチャンネルではなさそうなので、今はね。まあいずれはね、そういうお役立ち情報も必要になってくるとは思うんだけど、うん。まあ僕はね、どっちかっていうとお役立ち情報よりも、特にとにかく見てなんとなく楽しいとか落ち着くとかそういう動画を作りたいとはね、以前から思ってて。うん。バラエティ的な番組はいいんだよね。情報番組よりも。まあ僕的にはね。ただ YouTube でこう頑張っていったりするには、情報も必要になってくるかなと思うんだけど、まあね、難しいところだね。そこもね、いろいろ考えたり考えなかったりしております。お風呂に浸かりながら考えてます。はい。お風呂に浸かって目閉じながら考えたり、ベッドに横になって目閉じながら考えたりしてます。はい。まあそんな感じで。ちゃんと録画されてるかな？されてるね。たまにね、されてない時とかもあったりするんで。まあスマホでミスることはないんだけど、昔たまにね、なんかミスってた時あったら、なんか、それなんだっけな。
デジカメ時代かな、あの一眼とかじゃない普通のデジカメ時代とかで結構ね、ああ録画押せてないじゃんって時とかもあったんだけど、うん、今はね本当ないねそれは、うん、まあ編集しててそのデータが消えるっていうのはたまにあるんだけど、アプリでも今あるんだけど、複雑な編集してあ消えたとかあるんだけど、あのパソコンで編集してる時はねめっちゃデータ消えてたんで、それがトラウマで今でもねあんま長尺の編集できないんですよね僕、うん、編集してもどうせデータ消えるんでしょ、だから編集しないみたいな、まあそこでね編集しないけど、まあ、いっぱい動画作ったり長い動画作ったりみたいな感じのね路線で僕は今はやっております。はい、どんな感じで映ってるか全然見えない、あのねスマホだからねこうライトをこっちに向けてるとねほとんど画角ぐらいしか見えないんで、あと僕メガネあんま良くないんでメガネしてないとねあんま見えないんで、ね、どこまで映ってるかとかもわかんないんだけど、うん、今日はね下はねあの一応着替えたは来たんだけど、あのユニクロのズボンに変えました。あの以前は外に出かけるようなズボンにしたんだけど、今回は寝巻きから一応部屋着じゃない、部屋着は部屋着なんだけど、うん、新しい部屋着にこう着替えては来たんだけど、一応ね映んないことを前提としてるけど、やっぱ部屋着で撮っちゃうのはねちょっとあれかなと思ったんで、うん、着替えはしました。上はねあのちゃんと着てきました。うん、これねまあ見る人が見ればあ古いなんか昔のスキーウェアみたいだなとか思ったり、あダセーななんだそのファッションとか、今日のファッションのポイントは何ですかみたいな感じのねいじりとかあると思うんだけど、これ下北沢で買ってるから、はい、うん、下北沢ってワードを出しても相手を黙らせるっていうね、うん、無謀に出てますけどね、まあ、下北沢だからねってやつね下北沢で買ってるんですよ。これね昔はね中にねなんかねシャツみたいなの着てもっとうまく着こなしてたんだよ、痩せてたしさ、そして、ね、下にも派手な、ね、ズボン履いたりして本当ザ・下北沢ファッションみたいなやってたんだけど、今はねそのズボンも履けないしきつくて、うん、中に着るシャツもね着ちゃうともうこんなになっちゃうから、うん、ねお正月見てわかると思うんですけど、またね見事に太ってます。はい、正月太り、うん、2日昨日か、うん、マック食べました、うん、めっちゃ食べました。800何十円分ぐらいマック食べてるんで太ってるし、あとまあ家族でのそのパーティーみたいなのもあったりしたしさ、うん、でなんか、まあ、いっぱい食べてますよ。とにかくスーパー行ってうまそううまそうって買って、うん、しかもまだね、うん、もうちょっと太ると思います。はい、まあどうなの、ダイエットか、今ダイエットにねそんな意識が向いてないんですよね。ダイエットより YouTube でどんだけ頑張るかっていう方に行ってるから、だからお腹で減ると力が出ないんですよね。だからもうとにかく食べて、もうそこどうでもいいけど食べて、もう力出して動画作るぞって感じでね言っております。はい、一応ねこれあんま見せたくないんだけど、これねネタ帳があるんですけど、ネタ帳にね 1,2,3,4,5,6 項目ぐらいね箇条書きで話す内容は書いてあるんだけど、奇跡的にねまだ1個しか喋ってない、うん、あのまず1つその1個喋ったっていうのが、怒った顔のサムネの動画が伸びましたよっていうね話、それをしたよね、うん、まあそんな感じでね、ダイエットダイエット、そう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 、ここに載ってるかな、ネタ帳には書いてないんだけど、そうだね、ネタ帳には書いてないんだけど、最近ね、僕の動画がさ、なんか英語のタイトル多いなとかさ、なんか中身がちょっと薄くないとか、なんか思うかもしれないんだけど、中身薄くないっていうか、もう見もしないかもしれないんだけど、おもちゃの英語タイトルみたいな動画、あれもね、ちょっとあえてやってるんですよ。あの中身薄いっていうのも、まあ承知の上というか、ある程度考えてやってはいるんだけど、うん、やっぱりね、外国向けのおもちゃ動画って強いからね、うん、やりたいし、まあ、僕が最終的にね、行きたいところもそこだからね、うん、やっぱ外国向けのおもちゃ遊び動画みたいなのが一番やりたいところなんで、ね、まあ、正確に言うと、そのおもちゃ紹介動画じゃなくて、おもちゃ遊び動画なんだけどね、うん、まあ、いろいろね、ちょっと今考えて、ここにもね、おもちゃの街とか作ってるんだけど、まあ、これはね、正直楽しいんだけどね、てかね、おもちゃ系はね、全部楽しいんだけどね、うん、まあ、基本はやっぱり楽しいことをやらなきゃ、面白い動画にならないんだよ、僕の場合。やっぱりそこまでの技術がないというか、やりたくもないけど、伸びる動画をやって、面白く動画をする、レベルのことはできてないんだよね、まだ。まあ、できたらもっといいんだけど、今はできないから、とにかく僕が楽しいことをやれば、まあ、後で自分が見返してみて、とにかく楽しいぐらいの動画は、とにかく作んないとね。人が見てどうとかはなかなか難しいんだよね、自分で考えて。だからまあ、とにかく自分がね、見返して面白いなっていう動画をね、とにかく作ろうとはね、心がけております。はい、大丈夫かな、この画角がね結構心配でね、そうそう、そんな感じで、うん、でね、まあね、最近でいうところの、まあ元日じゃないから大晦日かな、
大晦日か30日どっちだっけな、まあ YouTube ライブをしたんですけど、まあスペックの低いノートパソコンにもう15年ぐらい前の安くて古いねウェブカメ、ロジクールかなんかのエレコムかな、うん、安いやつをね使ってやったのに、やっぱりまあ回線はすごい良かったのよ、 iVideo の 304ZT だから。ただね、多分ウェブカメがダメだったんだよね。だから全然映像はダメなライブになって、音はねソニーのちゃんとしたマイク使ってるから入ったんだけど、うん、まあなかなかライブはうまくいかないけどね、まあうまくいかないからこそライブ沼にはまんないっていうのはあるかもしれないですね。うん、そうね、ライブ沼にはまっ、でもライブもね定期的にやった方が効果的ではあるんだけどね、本当はね。はい、それはうん、なあライブね、まあやりたいけどね、難しいとこもあるしね。まあ僕はどっちかというと、まあ、今はね、まだ YouTube の流れ的にはライブより動画かなって気もするし、とにかくね YouTuber は動画をね作ってなんぼなんで動画を作りたいと思っております。で、今まで喋っていいと思っていたのはまたね忘れていました。うん、ゆっくりとはっきりと喋ると、うん、そこが大事なんだけどね、あのぐちゃ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 喋っちゃうんですよね。ゆっくりとはっきりと喋ります。はい、うん、なんかでもね、一応ね、ゆっくりとはっきりとはできてないけど、明るく元気にはできてるつもりではいます。あのね、僕の1年前、ぴったり1年前の元日の福袋動画見たら、今より元気ないんですよ、テンションが。アイコンのジャン光です。なんかね、アイコンのジャン光です。ぐらいの感じなんだよね。ほんで、もっと昔だと、アイコンの光です。とか、アイコンの光です。こんな感じなんだよね、もっと昔はね、本当に。うん。でも、僕がまだ登録して500人ぐらいの頃に、僕のリアルの友達、同級生の友達に、僕の動画見せたら、あ、元気だね、動画内でなんでこんなテンション高いのって言われたんだよね、500人ぐらいの頃にね、まだ、うん、だからその頃からすでにやっぱり動画を撮るときには普段よりも明るく元気にはねやってたんだけど、1年前の動画、まあ、1年前登録者に1000人は行ってないかな、1000人ちょっとだったかもしれないんだけど、1000人ちょっとの頃の去年と今年を比べてもね、やっぱね今年の方が元気に明るくはなってるんだよね。それはねすごいいいことだと思いました。はい、やっぱりね、元気に明るくはね、やっぱね、基本であり鉄板っていうか、なんていうのかな。うん。大事かなと思う。あとはゆっくりはっきりと喋るともっといいかもしれないけど、うん。まあ、外国の人がもし見た場合ね、もうテンションだけだからね、大事なのはね。明るく。まあ、表情も本当はもっと、本当に、ね、あと表情かな。表情を僕ね、作るのがあんま上手くないのかもしれない。うん。ちょうど今12時の鐘もね、鳴ったんだけどね。うん。そう、元気に明るく喋ってるつもりではいますけどね。うん。ゆっくりでももっとね元気に喋った方がいいのかもしれないですね。うん、どうかな、できてるのかな。そんな感じでね、今のところね、いろいろ6つのね項目中ね2つ喋りましたね。はい、そして次がね、これか、これにしよう。収益がない、登録者数も大事、収益の次に、うーん、まあなんだろうな、まあとにかくね、まあうん、元気なおじいがね取り上げてくれてたんだけど、僕のコメントとかも、僕ね、そんやっぱりね、うん、YouTube のねやっぱ収益面で言うとそんなにないし、まだね、でもね、ないと言ってもまあ前よりはかなり増えたと思います。はい、うん、でもね、どっちかというと今は大事に思ってるのは収益よりも登録者数であったり再生数ですね。うん、再生時間も大事かなとは思うんだけど、収益になってくると今度はさ、広告の数だったりさ、なんかいろいろあるじゃん。まあ、広告の数もそうだし、あとなんだろうな、まあ、再生時間とかもそうかな。うん。なってくるんだけど、まあ、再生時間とかね、その、広告とかもそうなんだけど、今はどっちかっていうと、とにかくね、僕を知ってもらうことが大事かなと、今は思ってますね。うん。今、大きい YouTube という海でね、一人でポトポトね、泳いでね、なんか、ここに僕いますよってなってるんだけど、もっと僕を知ってもらわないと始まらないんでね、まずは。世界中の人にね、まあ日本、今本当に視聴者が日本ばっかなんですよ、本当に。100% 日本、うん。本当 100% なんですよ、うん。もうちょっと外国の人にもね、知ってもらったり、日本でももっと知ってもらったりして、もっとね、とにかく知ってもらうことから始まるのかなって気はして、うん。僕の割と強みの一つとしては、もう YouTube 歴が4年、ちょっと4年以上経ってるんですよね、うん。で、動画数もね、もう2000本超えてます。サブチャンネルとか合わせると2500本ぐらいになってるんだけど、だからそんなぐらいあるから、知ってさえもらえればいろいろ見るものはあるっていうのはあるし、うん、とにかくね、知ってもらうことが大事なんで、まず知ってもらって登録してもらったり見てもらう。だからやっぱ登録者数ですよね。まだね、3000人ちょっとね、増える、なんか上昇率もね、やっぱこうなだらかですしね、とかも
減ったり増えたりでこう、まあ、うわーっつって、もう1日でほんと、ゼロをさ、こう行ったり来たりしてるみたいな状態ですよ。ほんと1ヶ月で今ね、120人ぐらいしか増えないんですよね。まあ、減ってる量と増えてる量をなんか、足してか、うん。で、120ぐらいなんだけど、まあ、ちょっとあんまりそこまで細かくはチェックしていないんだけどね。うん。まあ一応ね、見れるんでね、見てはいるんですけど。やっぱり登録者数ね、早く、とにかく4000人にまず、うん、一瞬で行きたいなというのはあって、うん。そんで早く1万人行かなきゃなとは思いますけどね。やっぱり登録者数だな。うん。やっぱり頑張りたいなと思ってます。はい。まあね、なんか、で、またね、その次のネタにもあるけどね、強いネタないかねって書いてあるんだよね。うん。書かなくてもいいんだけどね、書いてあるんだけど。そう、だからその、一発バーンといくね、ネタを欲しいですね。やっぱね、90万再生ぐらいいく、一発バーンっていく動画があれば、一気に、ね、いくんだよね。それぐらいがないとね、ほんとね、早くいけないんだよね。だから今結構狙ってるとこあるんだけど、できればね、おもちゃ遊びとかでバーンといきたいんだけどね、正直ハードフ系でいくのは厳しいんだよ。まあ、ハードフ系で1万とかはもしかしたら全然いくかもしんないけど、90万とかにはもういかないんだよね、ハードフ系じゃあ結局。でもそこまでハードフ系作る大変だしね、あれ。あっちくん大変なんだよ。まあ、楽しいし、ね、伸びるし、やりがいあるんだけど、大変なんだよ、あれ作んの。僕そんなね、なんか知識もある方じゃないし、まあこれからどんどんつけていけばいいんだけど、そこまでの段階だから大変なんだ、あれ。時間もかかるし。準備がまず大変。道具集めたりさ、今もさ、修理動画作るために無水エタノールを探してるの。僕持ってるんだけど、なくしちゃってさ、もう家中探してもなくて、家中っていうか倉庫の中探してんだけど、どっか行っちゃってさ、まだ修理動画も作れないんだよね。とりあえずピックアップを磨くっていう動画でも作ろうかなとか思ってんだけど、それすらできないからさ、大変なドライバー探したりさ、うん。で、ゴムベルト探して、ゴムベルトもすぐなくしちゃうんだよね。もう大変ですよ、うん。修理動画ってさ、その修理するもの一つあればいいわけじゃなくて、それプラス道具とかが必要になってくるから、大変なんだよね。おもちゃはさ、一つあればさ、まあ、あとはあり合わせのものとかでもなんとか動画になるから、作りやすいんだよね。まあ、倉庫でもね、紹介できるようにね、もうちょっとこう、こだわりをね、持った感じのね、配列とかにしたいんですよね。一応、ショーケースとかあるんだけど、今ね、階段にあるんだけど、僕のショーケースが。すごいいい感じにはしてあるんだけど、だから、そのね、暗いしね、なんかね、暗いっていうか照明が暗いからね、見せづらいっていうのもあって、まあ一応まだ動画にはしてないですね。うん。まあ倉庫をもうちょっとね、うまくやればね、動画にもね、多分もっと作りやすくなるんだよね。もう探すものがすぐね、こう見つかるような部屋があればいいんだけどね。もう今ぐっちゃぐちゃ。もう詰め込んでるだけ、ほんとに。もうここも今ぐっちゃぐちゃだけどね。僕すぐ物をぐちゃぐちゃにしてますね、YouTube 始めてから。もうね、大変なんだよ、YouTube って。YouTube で何が大変ってね、準備も大変だし、撮影も大変だけど、一番大変なのは、撮影で使ったものを片付けること。うん。それってなんで大変かっていうと、やんなくても動画は完成しちゃうじゃん。だからどんどん散らかっていきます。うん。ね、強いネタね。去年はね、お正月一発目の動画がね、ミニオンズの福袋をね、開封する動画がね、1万再生とか一気にいったんです。ほんと1日でほんと何、もう1万弱ぐらいは1日でいったのかな。うん。もうみるみる伸びるんだよな。もう上げて1時間か2時間でもう、あ、2000再生いってるわとか、もう半日でもう5000再生とかいったりして、みるみる去年はね、行ったんですけど、今うまくね、そっからね、こう波にも乗れなかったしね、うん。今年はね、一発目の、福袋もそんなにね、いい感じの変えてないしね、うん。まあ、ミスドのね、福袋を買って紹介した動画はいい感じに伸びたんだけど、でも2000とかそんぐらいだから、そんなでもないしね、うん。できればね、止め方もビルドシティ系とかで伸びたいんだけどね、僕結構そこら辺ができいいなと思ってるんだけどね。はい、まあ、強いネタね、欲しいですね。やっぱ、流行に乗るとか、流行りに乗るっていうか、あとは YouTube でこう来てる動画に乗んなきゃいけないんだよね。で、その次のネタに行くんだけど、おー、いい流れだ。最近ね、やっぱ YouTube、まあちょっと前からなんだけど、YouTube とかテレビもそうなんだけど、おじさんの飯動画っていうのが伸びてるんだってね。なんだっけ、なんかあるじゃん。おじさんが、てか、松重さんっていう俳優さんか確か。ご飯食べてるだけのドラマってあるじゃん。うん。ああいうのが流行ったりさ、あと吉田類の酒場放浪記もそんな感じかな。まあ一緒に晩酌してる気分になれたりとかさ。まあそれに付随してさ、女酒場放浪記っていうのもあったりするんだけど、ああいうのとか一緒で。ね、YouTube に関しても、まあ、昔は大食いしかなかったけど、最近は大食いじゃなくて、普通におじさんがなんか食べてるだけの動画も、なんかある程度人気なのかなみたいな感じがして、うん。それもね、僕ね、結構ね、前にやったんですよ、一回だけ。
結構再生リストがあるんだけど、一応1本しか作ってないんだけど、僕がご飯を食べるだけの動画っていうのがあって、あれはまあダイエットの一環で作ったんだけど、あれをもうちょっと継続すれば伸びたのかなって気もするんだけどね。失敗しましたね、あれね。僕ね、結構ね、流行るものの、ちょっと前にね、動画作れてるんだよ。多分、もう僕が YouTube 始めた頃だと、僕ね、UO キャッチャー動画からスタートしてるんだけど、その頃 UO キャッチャー動画ってもう出せ伸びる状態だったんだけど、すぐやめちゃっておもちゃ系に行っちゃったんだよね。それが失敗だし、ハードオフ系も今ハードオフ購入品紹介って、そこまででもないんだよね、ぶっちゃけ。うん、伸びないんだよ、そんなに。なんだけど、まあ、伸びるっちゃ伸びるけど、昔ほど伸びないんだけど、僕それね、いい感じでね、伸びる時期にやってたんだよね。でももっといけるんだけど、ちょっとやめちゃったんだよね。まだおもちゃに行っちゃったんだよね、すぐ。うん。結構ね、ハードオフ系はね、購入品紹介とか、あと、その後はまた大量買いっていうのが結構ね、流行ってた時期もあって、大量買いをしたら伸びるっていう時期もあったんだけど、僕もその時期ちょうど大量買いとかしてたから、結構いい感じに来たんだけど、今はもうね、大量買いじゃ伸びないらしい。今なんかね、購入品紹介とかも一時僕がやってた頃とか結構流行ってたんだよね。まあ今もやってるんだけど、昔流行ってたんだよ。ただ今ってね、急にね、購入品紹介っていうかね、いまいちね、評判良くないらしいんだよね。まあ俺もそんな気がする。購入品紹介って。大量買いとか、まあ、まあまあ行くって行くけど、そこまで行かなくなってきてますね。うん。で、ちょっと前だと、ほんとね、キンキンだとハードオフの店内動画。うん。最近店内撮影とかも解禁されてるしね。うん。店内動画とかね、が伸びてるんだけど、もう今ね、そうでもないんですよ。もうある程度一周したかなっていう。もうただの店内動画じゃもうみんな飽きてるっていうか、もう大体上がってるからいっぱい。僕も上げたしさ、他の人も上がってるから、言ってんだけど、もうただの店内動画じゃダメかな。あとはもうクオリティが今度大事になってくるから、そうそうそう、そこまでやってくると、みたいな感じもあるしね。うん。だから結構ね、いい感じにやっては生きてるんだけどね。次何なんだろうっていうね。僕もいつもね、次何だろうとか思うけど、結局ね、そんなに意識しないでやって、あ、結果的に、あ、あれ結構波に乗ったな、みたいなのが多いんだよね。うん。次何だろうね。あ、昔ね、ちょっとね、良くないんだけど、マスオ TV が炎上した時に、僕ね、あ、いいなと思って、マスオ TV 好きだったから、残念、最近残念だなと思ってたら、ちょうど炎上したから、マスオ TV、なんか、コラーみたいな動画出したわけよ。そんで結構伸びた時期もあったんだよ、昔ね。すっげえ前なんだけど、3年ぐらい前かな、もう。そんな感じでね、次のなんか、もう、なんでもいいんですよ。なんでもいいから波をね、掴みたいね。うん。なんかないかね、次何が入るかな。もう俺的にはドールとか行ってほしいけどね。ドールだったり、トミカとか、トミカも最近ね、伸び、なんか勢いはあるんだけど、でもトミカは、次どういう動画が来るかな。今んとこまだ飯動画的なのかな、今は。おじさんだったり、あとは可愛い女の子が食べたりとかする動画が流行ってるのかな。とにかく食べる動画とかはいいかなと思いますね。あとは、話し相手になる動画。だから今元気なおじいが雑談動画やってるけど、ああいう動画がやっぱり今はこう来てんのかなって気もするね。まあ、とにかく YouTube の中にいる友達みたいな動画を作れるのがいいのかなって気もする。今はね。だからやっぱ雑談動画なのかなって僕はちょっと今思ってますね。うん。そう、僕ね、流行り、うん、流行りをね、つけものはね、昔から得意な方だとは思ってたんだよ。自負してる時。これね、まあ信じるか信じないかあなた次第だけど、トートバッグって一時流行ったわけよ、俺高校生ぐらいの頃、なんか、雑誌とかでも。俺そのちょっと前からね、トートバッグね、いいなと思ってたんだよね。うん。だから流行ったっていうか、逆に言うと、僕とか、あとね、大勢の人がいいなって思うから流行るっていうのはあるんだけどね。だから、結局さ、なんだろう。うん。まあ、卵が先か、鶏が先か、それともまた違うかな。まあ、ちょっとあるっていうのはわかんないと思うけど、うん。まあそんな感じです。はい。こんな感じでね。そうだね。で、最後ね。うん。人のつながり楽しいって書いてあるんだけど、うん。昨日ね、久しぶりにね、YouTuber のイケケンさんって方がいるんだけど、コミュニケーション系 YouTuber の方で、結構前からね、絡みはあったりして、そんで、一回ね、リアルでもお会いしたことあるんですよね。オフ会みたいな形の時に。うん。ただね、最近全然見てなかったんですよ、正直。うん。で、久しぶりにね、イケケンさん最近どうしてるかなと思ったら、登録を排除してたんだよ、俺、なぜか。結構俺ね、人の登録をね、登録したり解除したりが結構激しいんですよ、正直僕ね。特によく動画上げる人に関しては、結構登録したり外したり激しくて、おじいの動画、チャンネルとかも、最近なんかね、レンタル Wi-Fi とかさ、ソフトバンク関連ばっかだなと思うと、結構すぐ外すんですよ。で、また後で、一応登録しようって、みたいな感じでやったりするぐらい、
本当にどのチャンネルも結構登録したり解除したりするんだけど、池谷さんのねチャンネルも解除してたんだよ。で最近あどうしてるかなと思って登録して、ほんでまたふんふんってやってて、ほんでそれライブしてたから見に行ったらやっぱりね面白いね。うん、あの YouTube の中にいる友達って言っていいか分かんないけど、まあ友達自分が勝手に思ってるとして、友達がこういておしゃべりしてるってだけでもやっぱ楽しいね。うん、やっぱ池谷さんはその人とのつながりを大事にしてるってよく言ってて、その話も聞いて思うんだけど、やっぱり人とのつながりはね大事だし、大事っていうのも一つあるよ。うん、プラスね楽しいよね。だからやっぱね YouTuber の横のつながりとか視聴者さんとのつながりをねもうちょっと積極的に取っていこうかなと思って、最近僕とちょっと殻にこもってて、ほんとねもうなんか誰ともこう絡もうとしてなかったんだよね自分から。そうだから視聴者さんとかもそうだし、まあ横のつながりの YouTuber さんともねこう絡んでいきたいなと、今地震違うか、まあ絡んでいきたいなと思います。はい、地震違うか、なんだろう、猫かな、多分猫な、猫だったら問題なんだけど、まあいいか。あ、26分だ。うん、まあそんな感じでね、横のつながりはねちょっと、うん、大事かなっていうかね、楽しそうだなと思いますね。うん、あんま得意じゃないんだけどね。うん、まあゆるく、うん、そこはゆるくでいいと思います。 YouTube を頑張るってことに対してはゆるくはダメだけど、横のつながりに関してはゆるくね、うん、まあ楽しく、まあどんどん皆さんもね絡んでほしいですよ。うん、まあいろいろあるけどね、うん、こんな感じで、とりあえずまあね喋りたいなと思ったことは喋れたんですけど、ネタ帳ね、このね、あのあそこっていうね原宿のお店で買ったものなんですけど、これね、これね使い始めた日にちも書いてあるんだけど、2017年の3月31日から使ってるから、もう丸2年ぐらい使ってるんですよね。うん、分厚くて、そう、もう今ね、もう結構後半に入ってきてるっていうか、もうすぐ終わっちゃうんだけど、これね、ずっと YouTube のネタ帳で書いてあります。例えばね、一番最初のところにはね、チョコバット、カッコ、図書カード当たり付き。だから、チョコバットが図書カードの当たり付きっていうキャンペーンをやってたんですよね。だからそのチョコバットの中に図書カードの当たりが付いてるみたいな。それね、セイキン TV が動画にしてたっぽいんだよね。そのメモが書いてあった。うん。とか、アマゾンカードを8500円分買うとか書いてあったり、で、なんだこれ、髪の毛を染めるとか書いてある。で、なんか再生リスト、あ、再生リストに夏までに何々をするシリーズみたいな、やってたな。とか書いてあるんですけどね。うん。で、なんか、話したいことを、うん。なんか、柴田の真似はダメとか書いてありますね。これ2017年3月だから、ほんと2年前だからね。また今とは全然ね状況が違うんですけどね、2年前の今だと、登録者1000人は行ってたかな、もう、うん、やっぱね伸び率が悪いね完全に。そうやっぱね、周りの YouTuber でね、周りの YouTuber でもねグーンと伸びたのはやっぱおじいなんだけど、元気なおじい以外で周りです、イケケンさんとかもそんな登録者数がグーンと伸びてるとかそういうわけでもないから、あと誰だろうな、あんま周りに YouTuber もいないけどね、まあいるか、あの、のび太郎さんっていう方がいるんだけど、ハードオフとかとレトロゲームに結構精通してる YouTuber さんなんだけど、が結構来てるし、今年来るのかなって、うまいことやってるし、あの人はすげえ考えてるから、行くのかなっていうところと、そうだね、そこかな、やっぱ、うん。とか、あと、ブラマリのガクさんとかも、まあ、でもね、どうなんだろう、ガクさんは。もっとね、勢いよく行くかと思ったんだけど、やっぱ本業が忙しかったりするからね、なかなかそうでもないかなっていうのはあるけど、でもまあ伸びてはいるけどね、僕よりも全然。うん。とにかくね、頑張りたいと思う。うん。そうね、今日もね、もうできればね、もう一本ぐらい動画作りたかったりするんだけどね、本当はコメント返信雑談っていうのが一番ね、いいんだけどね、コメントをポップアップしたりとかのね、僕にはそのスペックがないのでね、今のとこ。まあ、頑張ればいけるのかもしれないけど、とにかくね、その後でコメント返信雑談もね、僕のチャンネルね、雑多だから、結構コメント返信雑談にしてもぐちゃぐちゃになっちゃうと思うからね。ある程度、だからね、今ね、結構いいシステムだなと思ったのは、6個ぐらいこう、箇条書きでお題を書いといて、まあ、会話の中でさ、ちょっとね、話す内容に困ったらそれ見て話していくみたいな感じでやっていくと、30分ぐらいの動画にはなるのかなと思いますね。うん、でね、今まで1時間とかの長尺の動画もいいんだけど、やっぱりね、まあ、リスクを分散するっていう意味もあるし、あとやっぱ検索とかいろいろ何かしら引っかかるっていう可能性もあるんで、やっぱ長くても30分ぐらいにして動画を分けた方がいいのかなって僕はね今ちょっと思ってるんで、
まあ、うん、そんなにね、長尺の動画、まあ、作れる、なかなかあれも、作れないしね、なかなかね。まあ、そんな感じで。だからね、そう、ある程度ちょっとしたネタを考えといて、喋るのが、まあ、コメント返信雑談だったらさ、コメントがネタになるんだけど、ね、これはね、まあ、うん、それじゃないけど、まあ、話すネタというか、ある程度ね、会話のこの中身もさ、まとまってなきゃダメだと思うから、うん。あんまあっち行ったりこっち行ったりしちゃうとあれだから、この内容もね、あんまりさ、なんか何でもかんでも書くんじゃなくて、今回はこのジャンル、このジャンルって決めとけばさ、タイトルもつけやすいしさ、うん。そう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 。な感じで、まあ、おもちゃに関する雑談とかはね、手元撮影でおもちゃも映しながらやればいいんだけど、その他のね、まあ僕に関するね、YouTube こうだとかさ、最近こんなことあってさ、とかいう動画は、まあ、こんな感じで撮っていこうかな、顔出しで。そうね。ああ、うん、そうだね。ただ毎日ね、だから、そうやっていくと、やっぱりこの雑談の中で食事もありだなとは思いますけどね。うん。ただね、食事は結構ね、ゆったりしたいっていうのもあるけど、そのこと言ってらんないしね。うん。食事か。あ、いいな。あと、ここをもうがっつりスタジオにしちゃうっていうのもあるんだよな。だから、そこは食事するスペース、食事する動画を作るスペース、ここは修理動画を作るスペース、ここはおもちゃ系の動画を作るスペースって3箇所ぐらいあるとね、やりやすいんだよね。これとかも一回さ、おもちゃ動画っつってさ、街作っちゃったらさ、次にハードオフの修理動画を作るってなったら一回片付けなきゃいけないし、雑談動画は雑談動画でさ、わざわざさ、照明の角度、まあ、照明は1個しかないからしょうがないけど、照明の角度変えて、カメラセットして、で、アングル決めて、ほんでまたね、椅子をあるんだけど、ちょっとこの椅子、ギョギョうるさいね。ちょっとね、変えようかな。まあ、椅子をね、置いて喋ってるとかね、待ってるんですよ。うん。本当はね、まあでもね、今ね、このスタイルのね、雑談をね、まあいいかなと思って、こたつに入ってやるのもいいんだけど、暑いしね。あとなんか、ちょっとなんか、ただでもさ、体がだらしないのにさ、だらしなく喋ってたら、なんか、本当に見るに耐えなくなる動画だと、何になっちゃうと思うんだよね。結構、まったりした動画とだらしない動画ってちょっと違うと思うんだよね。うん。なんか、あ、見てて落ち着くなとか、まったりするなとかいう動画ってさ、作る側もその気持ちで作ってるかって言ったら、そうでもないね。作る側は一生懸命作ってたとしても、ね、まったりした。だからね、意外とまったりした動画っていうのはね、作る側は一生懸命作ってる動画だったりするからね。うん、だからだらしなくは作らないようにしようと思う。だから一回こたつとかでやろうとしたんだよ。その方がいっぱい作れるかなとも思ったんだけどさ、なかなかそうもいかずにというか、うん。そんな感じで。そうだね。次の動画は、あ、そう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 、もう一個あった。これ。今日ね、本当は元日に届いたんだけど、僕が不在だったんで、ちょっと、またね、今日、新たに届いたんだけど、新しくね、新年一発目のね、商品提供動画も作りたいと思います。これね、ゲーミングイヤホン。初めてなんですよ、僕は実はね。イヤホンなんだけど、ここにこういう、縦のマイクがついてるっていうね。ゲーミングイヤホンの、やつです。これはね、以前ね、これ。この塩書きのイヤホンをね、提供してくださった、企業さんに、僕がね、メールを送りました。またね、他にも紹介して、他にもね、僕が紹介できるような商品ありますかって、まあお願いしたら、うん、あ、これじゃあこれはどうですかって言われたんで、あ、やりますって言って送ってもらいました。はい。なのでね、まあ自分からね、行きましたね、今回も。一回ね、こう、あっちから来ていただいたんだけど、ね、終わりました。ありがとうございますって言われて、そっからまた日にちが経って、他になんかないですかって言ったらまたね、うん。まあその企業さんが今結構モニターとか募集してるみたいだったんでね、ツイッターから連絡いただいたんだけどね、うん。かっこよさそうなんでね、これもね、早く、とりあえずまず開封して、動画止めて、聞いて、そんで、その後に、まあ使用感レビューとかをやりたいと思います。スペックとかではなく、僕はもう完全にその、もうこういうものがあるよっていうね、宣伝をとにかくね、やりたいと思います。はい。僕の役目はそこですからね。お、何それ興味ある。スペックとか気になる。まででいいんですよ、僕の動画ではね。その先はもう YouTube じゃなくて Amazon リンクとかで行ってもらえばいいんだよね、逆に。うん。まあ、そのスペックとかもね、うまくつけれないっていうのもあるんだけどね。うん。はい、じゃあね、今日はどうしようかな。この後1本目がこの動画だから、もう1本雑談っていうか行きたいんだけど、やっぱね、そこまでもうね、話した内容も全然話したし、別で、そうだね。まあ、とにかく、次はおもちゃ動画かな。うん。おもちゃの街のなんか、こう、続きにこうやっていこうかなと思います。はい。そんで、おもちゃの街が広がらなくしたら、今度はまたおもちゃの単体レビューとか作ったり、あと、ハードオフ系ね、無水エタノールが見つかればね、ピックアップレンズを磨くみたいな感じのね、ラジカセをちょっと修理とか、行きたいんだけどね。
あとはね、あれかな。おもちゃのさ、シーラベルあるじゃん。あれがさ、剥がれちゃうじゃん。あれを直す動画とかも作りたいんだけど、接着剤がどっか行っちゃったしさ。あとはね、このゴキドンね。このでかいゴキブリ怪獣、ゴキドンの装備ね。この足が取れてるんで、これを接着剤ですね。いい接着剤あったんですよ。装備を接着する用の。そのね、接着する動画とかも作りたいと思います。はい。ということでね、この動画良かったな、楽しかったなと思った方は、ぜひね、どんどんグッドボタンを押してください。よろしくお願いします。で、まだの方はね、一応登録もお願いしますね、チャンネルをね。で、ね、まあ、コメントはね、ほんとね、ネタにもね、なるんでね、結構。コメントもね、いっぱいいただけると、何でもいいんでね、いただけると、よろし、めっちゃ嬉しいです。まあ、明けおめでも何でもいいんでね、どんどんお願いします。はい。でね、また今回も説明欄にね、撮影機材であったりね、この用語も一応もうリンク貼っとこうかな、わかんないけど、なんかいろいろおすすめのね、商品リンクいつも貼ってるんで、最近はね、もう、コピペじゃなくて、どんどん新しいね、毎回違うリンクを貼ってるつもりなんでね、ぜひね、リンクもね、見てください。それではまた今日もよろしくお願いします。では、バイバイ。